13年10月6日に、フランスのロンシャイ競馬場において、芝2400メートルで行われた競馬の競争である。日本からは2011年のクラシック三冠馬の、オルフェーブルと同年の東京優秀優勝馬の絆が挑戦したが、フランス長競馬のトレブが優勝。オルフェーブルは2着、絆は4着に敗れた。オルフェーブルは前年も、 外旋門賞に出走した。しかし、最後の直線で先頭に立ったが、ゴール前で大きく射走して、失速、2着に赤敗した。その直後から、管理調教師の池江康子と武器は、もう、ワンチャンスもらえれば、確実にいい結果が残せると思うと発言しており、12月上旬に2013年も、現役を続行することが発表された。 2013年の春は大阪杯に勝利したものの、自走に予定していた宝塚記念は、追い切り後に発症した運動誘発聖杯出血のために回避。一時は、ローテーションについては、全くの白紙とされたが、後に外線門賞への出走が発表された。絆は、毎日杯、京都新聞杯を連勝し、東京優秀に向かった。陣営は、 東京優秀に勝つことを条件に外戦門賞への出走を表明し、実際に勝利したことで、フランス遠征に踏み切った。フランスへの遠征では、前哨戦として、絆は、ニエル賞に、オルフェーブルは、前年に続き、フォア賞に出走した。ニエル賞は、同年のイギリスダービー馬のルーラー・オブ・ザ・ワールド、パル対象カチウマのフリント・シャーラが出走した。レースでは、絆は、 後方待機から直線に向くと、フリントシャーラをかわして先頭に立ち、猛追してきた、ルーラー・オブ・ザ・ワールドも、担当差を遮り優勝した。フォア賞は、前年の A にカンバのキャメロットが取り消し、9等での競争となったが、オルフェーブルはサンバ審査の圧勝を飾った。当初は、外戦門賞と同じ舞台で争われる、パリー大賞に勝った、フリントシャーが、 ブックメーカーの一番人気に押されていたが、フォア賞とニエル賞の結果を受け、オルフェーブルは三番人気から一番人気に、絆は四番人気に支持されるようになった。欧州超強馬のコバは、前述のキャメロットと前奏のアイリッシュチャンピオンステークスを含む G1 競争三勝のザ・フューグが枠順を決める前に取り消した。また、同年のキング・ジョージ6世 クイーン・エリザベス・ステークスを従来のタイムを2秒以上縮めるレコードで解消していたノベリストはレース前日に熱発のために出走を回避した。3歳馬は前述のルーラー・オブ・ザ・ワールド、フリントシャーの他に同年のディアヌ・ショート・ベルメー優勝優勝馬のトレブ、ジョッキ・クルブ・賞優勝馬のアンテロ、イギリス・セント・レジャー優勝馬のリーディングライトらが登録した。 特にトレブは4戦4勝と無敗での出走でもあり、多くのブックメーカーがオルフェーブルに次ぐ2番人気に支持している。ただし、起乗予定であったランフランコデッドオリは、直前の10月3日に骨折し、ティエリ・ジャルネに乗り換わりとなっている。なお、この競争では、同年の日英仏のダービーバが対戦した。ありがとうございます。